人生は変えられる石井隆です。今回は第3次世界大戦のシミュレーション、沖縄防衛戦線、日本海防衛戦線、札幌防衛戦線、3カ所が主戦場になるというテーマでお伝えしていきます。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。この動画を見ることであなたが得られる未来、それは第3次世界大戦が起きた時に日本のどこで戦争が起きるのかが分かるという未来です。第3次世界大戦が起きたらどうしようと思っている方多いと思います。首都東京で空爆が行われるのではないかと考えている人もいるでしょう。おそらく東京の空爆は当面はないんじゃないかなと思っています。それよりも主戦場が3カ所あるからです。沖縄防衛戦線、日本海防衛戦線、札幌防衛戦線、この3カ所です。まずは結論からいきましょう。今回の動画から学べる人生を変える3つのポイント、その1、沖縄防衛戦線、中国から沖縄を守れ。その2、日本海防衛戦線、北朝鮮のテポドンから原発を守れ。その3、札幌防衛戦線、ロシアから札幌を守れ、ということをお伝えします。この動画はどんな人にとって有益なのかというと、第3次世界大戦が起きたらどうしようと不安な方、第3次世界大戦で自分が住んでいる場所が戦争に巻き込まれるのかどうか知りたい人、第3次世界大戦において日本がどこを守らなければいけないのか知りたい人です。なぜなら第3次世界大戦が起きた時のシミュレーションを今のうちからしておくことで、自分がどこに住むべきなのか、自分の家族の安全はどう守るのかをあらかじめ知っておく必要があるからです。今アメリカと中国は仲が悪いです。インドと中国も仲が悪いです。そして北朝鮮は今にも韓国に侵攻しそうだという勢いです。いつ第3次世界大戦が起きてもおかしくないという状況ですので、念には念を入れて僕なりのシミュレーションを皆さんにお伝えしていきたいと思います。あくまで独断と偏見です。必ずこうなるというものではないので、ぜひ一つの参考意見として聞いてください。今回なぜこの動画を撮ろうと思ったのかというと、第3次世界大戦が起きたらどうなるのかというシミュレーションを石井さん独自の観点でしてほしいというリクエストが多かったからです。そもそも第3次世界大戦なぜ起きそうなのか。第2次世界大戦の時はまず最初にスペイン風邪が流行して、その後に関東大震災があって不況になって戦争に突入していったという歴史があります。今感染症はコロナウイルスが起きています。その後に首都直下型地震、南海トラフ地震があって、そして大不況が起きるとなると、その後に第3次世界大戦が起きてくる可能性はとても高いと言えます。日本が弱まったところを見て中国が攻め込んでくるかもしれません。北朝鮮が日本に宣戦布告をしてくるという可能性もあります。日本から戦争を仕掛けるということは絶対にないと思うんですが、巻き込まれるという形はあると思います。日本は戦争なんてしないぞ、何を言っているんだという平和ボケの方とても多いです。日本は戦争をしない国なんだと言っても、戦争を仕掛けられたらどうするんでしょうか。あなたが敵国の立場だったとして考えてみてください。日本に南海トラフ、首都直下型地震が起きるとします。復興する、そんなことは無理です。もうお金はありません。阪神大震災、東日本大震災の時はまだ復興するという選択肢がありました。ですが南海トラフ、首都直下型地震の場合は復興するという選択肢そのものがない可能性があります。これからまた余震が来るかもしれない、火山が噴火するかもしれないとしたら、これから復興にお金を使うという選択肢はなくなる可能性があります。立ち入り禁止区域としていくだけの可能性もあります。そして自衛隊の皆さんは被災地に行っていろいろと活動していただくことになります。自衛隊がいなくなる、そのタイミングを中国が逃すでしょうか、北朝鮮が逃すでしょうか。おそらくそのタイミングで日本に宣戦布告をしてくることが予想されます。なぜなら勝てる戦いだと確信するからです。その時に第3次世界大戦はどのようになっていくのか、今回は日本に関係あるところに絞って戦争のシミュレーションをしていきたいと思います。では人生を変える3つのポイント、一つ一つ具体的に見ていきましょう。1、沖縄防衛戦線、中国から沖縄を守れということです。第3次世界大戦の構図っていうのは、中国、統一朝鮮、ロシア連合、対アメリカ、インド、日本です。もちろんこちらの陣営にはイギリス、オーストラリアも入ってくるでしょう。北朝鮮の場合は日本を攻撃してくるよりも前に韓国に侵攻して、
統一朝鮮になっている可能性が高いと思ってます。ではこの対立軸で戦争になったと仮定しましょう。まず尖閣諸島に中国がやってきます。あっさり実効支配してきます。次に沖縄の米軍基地に中国が攻め込みます。沖縄の米軍基地を破壊することが一番中国にとっては効果的なので、沖縄は戦争に巻き込まれていくということになります。那覇まで巻き込まれるかどうか、それは分かりません。まずは米軍基地を空爆してくると思います。そして沖縄の米軍基地が中国の手に落ちたら、その後沖縄は中国に占領されてしまうという可能性は高いです。なのでこの沖縄防衛戦線になる前に、南シナ海防衛線、東シナ海防衛線、ここで食い止めておく必要があります。南シナ海がなぜ大切なのか、それは南シナ海を経由しないと石油が中国に入ってこないからです。戦闘機の燃料、船の燃料が石油なので、まずアメリカ軍としては石油の供給を途絶えさせる、これが第一です。中国としてはそれをされたくない、だから南シナ海がまずは主戦場になっていくということなんです。そしてもし突破されたら東シナ海、さらに突破されたら沖縄本土もまずいということになってきます。石油が中東から中国に届かないようにすること、まずこれをアメリカがやろうとするわけです。沖縄に住んでいる方は、南シナ海は大丈夫かな、東シナ海は大丈夫かなと考えている暇があったら、とっとと逃げた方がいいです。2、日本海防衛戦線、北朝鮮のテポドンから原発を守れというところに行きましょう。日本はなぜ北朝鮮からこれほどまでに舐められているのか、それは日本には原発が存在するからです。日本が北朝鮮と戦争をしたら確実に負けます。なぜかというと、まず福島第一原発を狙ってテポドンを落としてきます。なぜ原発を狙うかというと、原発が一番安上がりに日本を壊滅させることができるからです。すでに原発があるんだから、そこにミサイルを落としてしまえば日本中が放射能まみれになるということなんです。まず狙うのは福島第一原発です。でもテポドンは性能が悪いんだから原発に命中するはずがないと思う方いるかもしれません。確かに一発だと命中しないかもしれません。ですが10発撃ったら、100発撃ったら、1000発撃ったら、いつか当たるんじゃないでしょうか。下手な鉄砲数打ち当たる作戦を実行してくる可能性があります。ではそのテポドン、どうやって防衛したらいいのか。それは日本海の上空で撃ち落とすということです。福島の上空で撃ち落としていたらそれはもう遅いんです。日本列島の上空で撃ち落とすと、その破片が日本列島に降り注いでしまうので、日本海の上空であれば破片は日本海に落ちるので安全だということなんです。新潟の上空で撃ち落としてしまったら、新潟に住んでいる方大迷惑です。では敵国である北朝鮮はどうやってそれを阻止するのか。それは海の上から上に向かって飛行機にミサイルを発射するんです。そうやって日本の飛行機を撃退しようとします。となると日本も海の上に船を出して、その船を撃退しようということになります。では海の上の戦いが主戦場になるのかというと違います。海の上にある船をやっつけるのに一番いい方法は何か、それは潜水艦を出すということなんです。潜水艦からまた上に向かって爆弾を撃っていくと。なので一見空の戦いに見えるんですが、実際は潜水艦の戦いということになります。潜水艦の戦いで日本に勝ち目があるのか、それは分かりません。ですがここを守らないと福島第一原発にテポドンが落ちてしまいます。ではその結果、福島第一原発にテポドンが落ちてしまったらどうするのか。北朝鮮は日本に無条件降伏を進めてくると思います。そしてもし日本が拒否したらどうなるのか。今度は浜岡原発にテポドンを打ち込もうとします。浜岡原発が一番やばいです。首都圏が放射能で埋め尽くされます。浜岡原発、静岡にあるんですけれども、津波が来てもやばいし、地震が来てもやばいし、富士山が噴火してきてもやばいしということで、防御力がものすごく弱い原発なんです。こんなとこ原発作っちゃダメっていうところに浜岡原発はあるんです。まず最初に福島第一原発を狙って、もし当たったら浜岡原発に落としてくるぞと、これが北朝鮮の戦略です。最も安上がりに日本を無条件降伏させることができます。もし浜岡原発にテポドンが落ちてしまったら、首都圏には住めなくなります。ですので日本は壊滅すると思ってください。では一番いい方法は何か。あるんです。この作戦、僕が昔から提唱していたんですが、
全く日の目を見ることが出なかった作戦です。それは何かというと、お椀状の東京ドームみたいなものを原発の上からかぶせるということです。そしてその東京ドームみたいなのをガリガリに補強してしまえば、どんな爆弾が当たっても破裂しない、そんなものを上からかぶせればいいんじゃないでしょうか。かぶせるって言ってもパカッてかぶせてもいいですし、横からこうやって合わせて原発の周りを防御するという作戦もありだと思います。ですがこの作戦、全く日本がやる気がないようです。どんなミサイルが来ても耐えることができる、そんな完璧な防御を原発に施すことができれば日本に勝ち目は出てきます。よく日本に原子爆弾が落とされたらどうするんだっていう人がいるんですけれども、その可能性僕はほとんどないと思ってます。なぜならば原爆相当のものがすでに日本には地雷のように埋まっているからです。それが原子力発電所です。この原子力発電所にテポドンを落とす、もしくはテロリストが占拠して内部から破壊する、これができると日本を終わらせることができてしまうんです。原子力発電所の防御力は最弱です。弱すぎます。すぐに破壊されてしまいます。にもかかわらず日本には原発賛成だという方がとても多いです。原発利権によって生きている人もとても多いです。テレビ局で原発反対っていうのは絶対言っちゃいけません。なぜかというと多くのスポンサーが原発賛成だからです。自民党の中にも原発反対を叫ぶ人は誰もいません。昔は河野太郎さん、今は河野防衛大臣ですが、彼が原発反対を唱えている唯一の人でした。にもかかわらず防衛大臣になった瞬間に持論は封印しますって言ったんですよ。じゃあ今まで応援した人何だったんだっていうことです。日本の防衛の観点からもぜひ原発に対して強固な防御ができるような作戦をお願いしたいと思います。いつテポドンが発射されてもすぐに原発を守れるような体制、これが日本には一番必要だと思います。3. 札幌防衛戦線、ロシアから札幌を守れということです。中国は尖閣諸島、そして沖縄に攻めてきます。北朝鮮は原発に向けてテポドンを撃ってきます。ではロシアはどうしていくのか。ロシアは北海道を占領しようとしてきます。ですが北海道、広大な大地です。そして人が住んでいないところも多いので、そこを占拠しても意味がないです。となると北海道庁、ここを占拠していくのが一番早いということになります。ということは札幌が危ないということです。北海道、中でも札幌に集中してロシア軍がやってきたらどうするでしょうか。まず北海道庁を占拠して、その後に札幌市役所を占拠すると思います。それが終わると札幌市街地が占拠される危険性がありますので、とても危険です。自衛隊はロシアから札幌を守れるのか、これが一つのポイントになってくると思います。首都直下型地震、南海トラフの被災地に自衛隊が出計らっている、そんな時に戦争が起きてくる。場所は南シナ海、東シナ海、沖縄、中国はこの辺りで戦争を起こします。北朝鮮は原発に向けてテポドンを撃ってきます。なので日本海を制することができるのか、これが重要です。そしてロシアが札幌に攻めてくる、じゃあどこに逃げたらいいんだよ、そう思う方いると思います。僕かなり調べました。やはり一番いいのはオーストラリアではないかと思います。日本にとっては同盟国になりますし、シドニー、ブリスベン、ゴールドコースト、こういったところは日本と時差が1時間しかありません。なので行ける方はオーストラリアに、日本にいる場合は地下駐車場で1ヶ月から3ヶ月耐える、これが重要です。なのでオーストラリアには行かないぞという人がいたら、家に1ヶ月から3ヶ月分の備蓄があるかどうか、これが勝負になってきます。もしかしたら有毒ガスの攻撃を上空から受けるかもしれないので、防塵マスクも必要だと思います。防塵マスクは火山が噴火した時にも使えますので買っておきましょう。僕も1つ1万5000円するんですけれども、いいのを見つけましたので家族分4つ買いました。概要欄に載せておきますのでぜひ見てみてください。今回は第3次世界大戦のシミュレーション、沖縄防衛戦線、日本海防衛戦線、札幌防衛戦線、この3つが主戦場になるというテーマでお届けしました。人生を変える3つのポイント。 1. 沖縄防衛戦線、中国から沖縄を守れ。 2. 日本海防衛戦線、北朝鮮のテポドンから原発を守れ。 3. 札幌防衛戦線、ロシアから札幌を守れ、ということをお伝えしました。もちろん戦争は起きてほしくありません。ですが南海トラフ、首都直下型地震が来たらいよいよだなと覚悟を決めてください。オーストラリアが一番の避難場所なんじゃないかなと今のところ僕は考えています。今回もご視聴ありがとうございました。
人生を変える学びがあったという方は、高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。